小人熊ダム大滝別所川は、長野県東千区間群築北村を流れる川で、信濃川水系の一級河川。築北村と松本市との境にそびえる国蔵山を水源とし、その北方にある築北村乱境が別所川の上流端である。乱橋にて、乱橋川と大門川が合流して別所川となり、築北村村内を北へと流れてゆく。 途中にある大滝を過ぎると、支流の戸石、沢、伊勢津拓、地東川、勝部、沢、正人熊川、寺沢を合わせ、お見川へ合流する。長さは1 2トル余りで、川幅は狭く、激しく蛇行する、流路形状を見せている。大滝から戸石沢合流点までの間は、山の隆起と川の侵食がもたらす下国によって深い、V 時刻を形成する。 ト石沢には別所側へ合流する手前に湯仏の滝があり、これより上流は滝の上京と呼ばれる名称となっている。移設宅合流点から下流は別所側に沿って狭い中石平野が見られ、貸し段丘も少数だが見られる。支流の小人熊川には小人熊ダムが建設されている。小人熊ダムは高さ36.5メートルの重力式。 コンクリートダムで洪水調節、不特定利水、上水道を目的とする長野県営の多目的ダムである。正人熊川は長さ6キロメートルの川でダム建設に適した峡谷状の地形を形成する。大道山北西の尾根に橋を発した八木沢が筑北村正人熊城にて木、藍沢を合わせて正人熊川となり、 別所川ほどではないが蛇行して流れてゆく。貸し段丘は小規模ながら見られる。別所川と同じく、地区北村を流れる東条川とは、河川争奪の歴史がある。もともと別所川や、正人熊川の上流部である乱橋川、大門川、八木沢、木、藍沢の四河川は、東条川の支流であったが、正人熊川が南へと伸びてゆき。 前日の四河川を我がものとした。その後、別所側が伸びて行き、乱橋川、大門川を奪い、現在に至ったと考えられている。ありがとうございます。